はい、こんにちは、ハリー・キリノです。今回はクロノ君のゴッド視点になります。よろしくお願いします。では一試合目見ていきましょう。対面はハイニューとザッカーメで、相方はフラウロスになります。これはいつも通りハイニューが通常時の時にゴッドガンダムが攻める感じかな。とりあえず見ていきましょう。開幕はこのね、ゴッド、何だったっけ、ゴッドシャドウじゃないわ、ゴッドフィールド、確かこれ確か前作か前々作ぐらいに強化を得て移動距離が上がったんですよね。なのでこれで近づくのが結構主流になっていて、割と地上ハウゴッドはもう見なくなりましたね。今ではほとんどのゴッドはゴッドフィールドダッシュで移動していると思います。対面が配入強振とザッカメも強化なんで、ここはねあまり何もできないが、相方に行かれるとまずいので、ちょっと前衛張ってロック集める感じに動いてますね。相手の強化が終わったんで次はゴッドのターンですね。ここはやっぱ配入狙いに行って強振回されるとめんどくさいんで、でここで変形特射かな、新しくついた特射を当てて弾を取ると、でヒートエンドで覚醒溜まったんで即入って、ザッカメのカウントを見てからメインから横角の覚醒者のアシスト、なんか配入入ってったけど、このアシストすごい便利ですよね。自分がコンボをしなくてもコンボのつなぎとして、あとは高速としてダメージ源として全てにおいて優秀なパーツなんで、ここは相手が固まってるのちゃんと見えてたんで一旦下がりましたね。えらいと、ここを取りに行くがザクアメのミサイルにやられて、でザクアメも落としたかな。この状況は非常に有利だが、ハイニューがね強振中なんで、ここはまだ回避に専念してますね。これさ、ハイニューのさ強振中のゲロピーガードしてもファンネルめくられるの結構クソやと思うねんな。よくない、落ちそう以降うまい、ちゃんと地層移行して、でもちょっとブースト出し早かったね、回復はしてなかったですね。やっぱねゴッド使いね、地層移行めっちゃうまいんですよ。そのフィールドダッシュからの地層を結構僕も練習したんですけど、なかなか安定せんくて、ゴッド使いはそういうのを安定させるんですごいですわ。でここで相方が復活したザクアメを落としてフィニッシュと。第1試合目はこんな形ですね。やっぱりゴッドガンダムな、体力減ったの僕は下方やと思うんですけどね。変形もまあそんな強いかって言われたら別に強くないし、弱いかって言われたら弱くはないんですけど、でもそれのためだけに HP を下げられたのはうーんって感じですね。では第2試合目見ていきましょう。第2試合目はニューガンとジオングですね。久しぶり見たな、あのペアのニューガンジオング。マキオンの頃はよく当たったんですけどね。で、こちらは相方は一緒で、フラウロスと。これはどう立ち回るんかな。ゴッドは、てかジオングは単体、対マンじゃ取れないんで、これはニューガン行くでしょうね。でもニューガン行っても、後ろからジオングが下サブとかで邪魔してくると思うんで、そこはフラウロスにカバーしてもらう感じかな。変形して、ここはちょっと攻めに行くが、ちょっとバリア張ってるのが怖いですね。結構降ってきますね。結構降ってくるタイプか。で、バリアがあるんで、ちょっとゆっくりして、なくなったんで、こっからお変形メインからメイン当てるが、ちょっとミスってしまう。でもうまかったですね。変形メイン当ててから馬降りて、メインで炎上スタンしてコンボしようとしたんですけど、まぁ、ちょっとボコってなってたんでね。ミスりましたね。で、ここは取れるか、取れずに、相方が400か。まあこれまだ大丈夫でしょう。で、ニューガンダムがまだバリアあるんで、ここは下がって、相方の方2回にちょっと前出て、ここは通りに行くか、結構下角してくる、横角横出し切り、カット対接者の突角前発ですね。で、ここは置き攻めでなんかするかなと思ったけど、何もせずに、ゆっくり近づいてますね。地層以降うまいね君。メイン後ろ呼んで地層以降うめえなうまいな。俺もこれ安定させたけどな。ここは取れるか、取れないと思ったんでちゃんと下がりましたね。でここは、まあ、ジオングが結構体力残ってるが、また地層以降うまいうまい。ちょっと俺もゴッド使いたくなってきたな。ここはねミリーのニューガンダムパパッと落としたんですよね。バリアまた回転させられて
ダメージ取れるのも嫌なんで、でここで落ちて、これ何、フラウロスか、フラウロスの特殊か。でここ覚醒止まったんでパパッと剥がしに行きたいですね。でここはちゃんとフィンガーで抜けて、おお、まだ当たるか、コンボうまい。ここちゃんとあれですね、カット体勢重視で、チソリコうまい、チソリコうまいしかやってない。でこうなったら相手、まあ3分の2になってるし、覚醒もダメージ与えたんで、まあ、このままゴッドでいいんかな。ちょっと相方が死んだそうですね、ずっとジオンクに這いつかえて。でここはしっかり近づいていき、いいね、着地取られると。まだジオングと一緒、フラウロス、フラウロス死んだそうだが頑張ってますね。ニューガンダムを下に潜り、ここはうまい。さっきからやっぱ格闘を振ってきてたんで、その格闘を振ってくるだろうと、向こうもブースト少ないし、それを呼んでゴッドフィンガーしましたね。でこのままジオングも減ってきて、相方フル格あるんで、ここはでもジオング近いか、ジオングにカットされ188。ここ相手1人なんで覚醒しに行くと、フィンガーヒートエンドからの覚醒中のアシストと。このアシストマジ優秀やな。2試合目はこんな感じかな。次第3試合見ていきましょう。いやーでもあれやね、ゴッド使いはちゃんとコンボの選択もうまいし、自走以降もうまいしね。あとは今やっぱ配慮の環境ですけど、そのゴッドのメインは何でしたっけ、あの炎上スタンやから、強振ファンネルとかのカウンターも食らわないし、しっかりあのブー角とか、あとは突角入れるとダウン属性なんで、そのカウンターファンネルも食らわないようにコンボちゃんとしてるんで、凄まじいな、コンボ選択回る。で最後がダークハウンドとアルケーですね。相方はまあさっきのフラウロスの方です、誰か知らんけど。はい、これはね分かりやすい、どうせ RK ガンダムが前です。ここは RK が来るんで2人で動いた感じかな。なんか当たった、何も当たってない。でしっかり着地をメインに取るが、ファングにやられ、ここもカット体勢重視ですね。ブーカクからの特角と、ブーカク一段か特角かで、サーチ変えてカットされへんなって思ったんで、ちゃんとヒートエンド、いいね。おー、やっぱスパーもすごいな。スパーも長かったやったよな、これ。コンサーか知らんけど、全サッカー。ここは、変形横特射で迎撃。これもなんかやっぱ強いな。ゴッドガンダムとウィングゼロか。なんか、同じようなバルカン撃つし、しかも、なんか機体の色も、なんていうの、めっちゃ似てるやん。似てません？ウィングゼロとゴッド。もう、色合いというか。まあ、それはさておき、ここでコンボして、まあ、ダークハンドも3分の1、アルケミーなんで、アルケパパッと落としましょうね。で、落として、ここは、華麗な地層以降で、アルケが右にいるんで、ちゃんと見てますね。アルケ来るんで、これはアルケを2人で見ましょう。で、変形特殊はしてないな。で、避けて、フィンガで抜きようとするが、隠せたまって、お、な、何これ、今何やった今何やったメインから特角前派生で、あれかな、アシストかな、アシストのコブかな、優秀なアシスト。でここで華麗な地層以降のでブサカエクシャルがメイン当てて、でも向こうにすぐステップ起こされて N 角を叩き込まれましたね。でこの状況はフラウロスが覚醒してるんで、フラウロスを助けなくていいんで、このアルケを取りに行く。メインから前角2段下派生フィンガーですね。もう前角下派生でめちゃくちゃ減るんで、コンボパーツとしてはかなり優秀です。ここは早く落ちに行きたいんで、地層移行して、相方ガードしたんですけど、ブーストなかったですね。落として、ここは早く落ちたい。このね、なんかピストルのね、アシストも強い。ここで相手覚醒するが、アシストの向上かな。そこで当たって、フィニッシュと。以上、黒野くんのゴッド視点でした。よければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。